あとでゆっくり可愛がってあげるさ。結構乱暴だな。ちょっと。あ、ちょっと。立派な女優ぶりだったぜ。冷やかさないでよ。でもこれからが本番だぜ。第二幕の始まりだ。セッツァーは？来るわ。あ、来た。貴様ら。お、お前はマリアじゃねえな。お願いセッツァー。私たちベクターに行きたいの。だからあなたの飛空艇が。マリアじゃなきゃ用はない。待って。あなたの船が世界一と聞いてきたの。世界一のギャンブラーともね。私はフィガロの王だ。もし協力してくれたなら、褒美はたくさん出すぞ。きな。じゃあ勘違いするな。まだ手を貸すとは言ってない。ここも貸せる。さて、帝国のおかげで商売も上がったりさ。あなただけじゃないわ。たくさんの町や村が帝国によって支配されているのよ。帝国は魔導の力を悪用し、世界を我が物にしようとしているんだ。私の国も今までは帝国と協力関係にあったのだが、もはやこれまでだ。帝国の言いなりなんて絶対にごめんだね。帝国か。帝国を嫌っている点では私たちと意見は同じね。だからよく見ればあんたマリアよりも綺麗だな。え？決めた。あんたがセリスが俺の女になる。だったら手を貸そう。それが条件だ。待て、そんな勝手なこと。わかったわ。よし、決まりだ。でも条件があるわ。このコインで勝負しましょう。もし表が出たら私たちに協力する。裏が出たらあなたの女になるわ。いいでしょ？ねえ、ギャンブラーさん。ほほ、いいだろう。受けて立とう。いいのか？セリス。もし奴の女なんかになったら。いいわね。私の勝ちね。約束通り手を貸してもらうわ。貴重な品だな、これは。両表のコインなんて初めて見たぜ。そのコインは？兄貴。イカ様もギャンブルのうちよね、ギャンブラーさん。こんなせこい手を使うとはな。見上げたもんだぜ。ますます気に入った。いいだろう、手を貸してやる。帝国相手に死のギャンブルなんて久々にワクワクするぜ。俺の命そっくりチップにしてお前らにかけるぜ。
恋の秘密も分かりましたね、これでね。エドが優しいよね、本当に。このオンボロの船がよく飛べるな。落ちないのか？失礼だな。落ちるときは落ちるもんだ。人生とは運命を切り開く賭けの連続。このでかい船で帝国上空を飛ぶのは目立ちすぎる。奴らに気づかれないよう少し離れた場所に降りよう。そうしよう。俺は気空艇に残っていつでも飛び立てるようにしておく。見えてきましたね。さて、あーここにいるのか。空転の中もちょっと見たいよね。入ろう。確かいろんなおじさんがいたはず。この辺かな。お、久しぶりのお客さんだね。ちょっとリフレッシュでもするかい？あ、回復してくれるんだ。ありがとう。リフレッシュおじさんだ。と。あ、道具おじさんね。道具おじさんってなんだろう。ワンの役ってこんな高いのか。ワンの役でも便利だもんな。なんか S の覚えたいな。空挺ブラックジャック号。おお、ギャンブル。いや豪華でいいね、本当に好きだよ。素敵だよ、すごく。ここは控室。ここに入って出てくるのか。セッツは仲間に入ってくれないんだよね。お、あ、ひっぺがしおじさん、ネサバッタ真似するな。お、すごいすごいすごい、楽しそう。でもここにいつも一人でいるんでしょ。変わってるね。いや楽しそうだわこれ。いたいた。どうした？抵抗が怖くなったか？おー、いいね、いいね。こっち甲板かな？そうだ。すごい。よし。すぐ、町の近くに着陸してましたね。ちょっとセーブして、入れない。セーブして街探索しましょうか。さて、南の大陸に着陸しています。一番南の本当の街？一番南ではないのか。入ってみましょう。多分ね、上の北の方の大陸の街とはちょっとまた雰囲気が違うと思うんですよね。何の街だっけ、ここ。アルブルグの街だ。帝国に逆らう者は反逆罪で死刑だぞ。帝国に従え。
怖いな。ここは港町アルブルグ、帝国に占領された町。港町だから、まあね、占領されちゃうわな。ドーム屋さん広いな。マジか、売ってるの。万能薬とかいる？2個あればいいか。いいか、OKOK。てか本当にあれだ、あの看板道具袋なんだね。本当に玉ねぎかと思ってた。普通の看板だったら面白看板とかじゃなかった、全然。びっくりだわ。さて、いや結構もうボロボロになってたりするね。争ったりもしたのかな。ちょっとこの大陸の東には何か重要なものがあるという噂です。帝国が監視所を作って、そこから先には誰も入らせないのです。帝国兵に賄賂を送らないとこの町じゃ処罰はやっていけません。ほほ、かわいそうに。逆らうと痛みを見るぞ。好き放題だね、本当に。おお、楽しそうだぞ。楽しそうじゃんこれ。私個人的にこれオルトロスのテーマって呼んでて、全然関係ないけど。このパブは帝国兵の貸し切りみたいなもんですの。チキショー、帝国兵のやつらやりたい放題だぜ。うわ、やりたい放題だわ。いいぞいいぞ。なんだ、帝国の人じゃないのね。だったらあっちへ行って。うわ、どうせギル持っていないんでしょ。うるさいわ。いいぞいいぞ。うふん、いらっしゃい。いいぞいいぞ。わらひ、酔っ払いしちゃったみひゃい、ひく。じゃあまだあっち行け。もうやだ。すごい踊ってる。いいぞいいぞ。楽しそうだけど、今日この曲は。あれね。よいしょよいしょ。ちゃっかり。よいしょ。なんだここ、何屋さんこれ、石屋さん。アクセサリー屋のマークかね。全然違うじゃんっていうの。銀縁メガネ、安らぎの弓輪、ヤリング、スナイパーアイ、リフレクトリング、アミュレット。アミュレットなんだ。毒ゾンビ暗闇状態を防ぎます。おー、どっかで手に入るでしょう。いや楽しかった、ここで。ここに出てくるのね。あ、いけないね。港は立ち入り禁止だ。じゃあまだあっちへ行け。ここは帝国のものだ。怖い。北のチェーン、西のマランダにはなかなかいい武器や防具を扱う店があるらしいぞ。おー、で防具屋さん。空っぽあるよ、開けていいの？空っぽ、なんだよ。うん、ごめんなさい。開けちゃうと倍額で売られるとかないよね。大丈夫そうだった。ねじり鉢巻き、司祭の帽子、同じか。ミスリルプレート、忍びの衣、ホワイトドレス。持ってるのか、持ってるの。司祭の帽子持ってないけど、記念にお土産、ちょっと2個ぐらい買っとくかな。なんか出てた。 MP が少しアップしました。あ、こういう効果もあったりするのか。おー、あ、いいねいいねいいね、いいじゃんいいじゃん、いいね。へー、なんかそんな細かく見たことなかったな。すぐ最強にしちゃうから。ちゃんとちょっと見ていこうかな。ガストラ皇帝に頼まれて絵を描くことになったんじゃが、さて何の絵を描いたものか。すごいね、このデザ。寝れなかった。
で、ここが武器屋さんか。武器屋。持ってる。ダーククロー。でも下がっちゃうね。時々毒を与えます。ああ、そういう効果か。それもまた、いいな。こういうのも面白いと思うんだけど。マスタードソード。桜吹雪。手裏剣。ああ、この辺ね。一個ずつ。あと一個ずつ。これ強かったもんね。マスタードソード。桜吹雪は買っといてあげようか。マスタードソード。いいね、いいね、いいね。二個かな。ついついね、買いすぎてしまうから。こんなもんか。私は武器学者。千年前の魔大戦の時、アルテマウェポンと呼ばれる二つの兵器があったらしい。おー、ここでこんな情報が。一つは自らの力を刃に変える剣。一つは破壊のために生まれた魔獣。おー、ここで聞けるの？エテル。よし。いいね、なんかワクワクしちゃう、アルテマウェポンってとワードに。帝国首都ベクタには、ベクタはこの大陸のど真ん中にあるのよ。あ、そうだったね。ベクタにも行くんだよね。そういやね、頑張らねば。私は魔物学者。この大陸にいるモンスターは魔法の力に弱いのだ。あー、ガウンが欲しいな。じゃあ、はい、ポーション。上行ける？あ、行けないね。取れないか。じゃあイン。ベクタがこの大陸の真ん中って言ってるから、ここより北って感じかな。ちょっと装備して向かいましょう。さて、装備完了してます。行きましょうか。ドキドキしちゃう、こっちの大陸。さあ、北のあの点か、出ていけばいいな。こっちから行けるのかな。結構近いかもしれないね。そしてここに南の大陸の敵、ドンドン。なんか盗みたい。ワイバーン、ドンドンか。これがドン。ポーションか。かわいい。回転の攻撃でちょっと頑張ってもらう。おー、すごい。バーニンナックルだ、これは。バーニンしてる。おー、いいね、いいね、いいね。竜騎士の靴。お、竜騎士の靴？またまたちょっと面白いものが。へー、面白いね。強っ。強っ。竜騎士の靴か。ちょっと装備してみますか。誰がいい？マッシュに飛んでもらう。竜騎士の靴は、竜騎士あったあった。まだ戦うをジャンプに変えます。戦うを変えちゃうのか。ちょっとやってみますか。ちょっと正当させて。ちょっと待ってね。ダッツさんに、ハイパーリスト取れる感じにして、竜騎士の靴、ちょっとやろう、これ。こっちにハイパーリストにしとこう。ハイパーリスト。使うか。使わない気がする。あ、あった、あれだね。近いな。
ドン、また同じか。ドン持ってないんだっけ。ポーションか。ポーションだね。さあ、ジャンプしてもらおう。あ、いった。筋肉が。なんかいつも通りな気がするけど、ちょっと。気のせいか。メテオストライクでよく行っちゃうけどね。おー、来た。なんとも言えない。なんとも言えないわ、これ。なんかどうも持ってそうだけどね、ポーション以外に。ジャンプ。毎回思うけど、ジャンプ中に戦闘終了すると超悲しいよね。大旋風？マッシュだけ助かる。ゲッ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 、マッシュラッキー。マジか。強いな。びっくりした。マッシュいっか、このままで。いっか、便利だったわ。だっていや結構食らったね。びっくりした。よし。でこれがこの大陸の中心にある帝国首都ベクタ。セルシオ。さて入りましょう、ベクタ。帝国首都ベクタ。ちゃんと町なんだよね。見慣れないやつだな、あっち行け。怖い。ちょっと入ってきましょうかね。この町あんま覚えてないな。やるや。もうなんかゴロつきだもん。おいおいおい、何これ。ちょっと見ちゃいけない。見ちゃいけないですか、これ。大丈夫か。俺、ここに残って兵士に志願しようと思うの。私たちの町を滅ぼした帝国に、マランダでやり直すっていう約束は揉めてるのか。これはなぁ。いやぁ。して、ちっちゃい家。あ、おばばな。帝国に忠誠を誓っているか。はい。それでよい。うん。いいえ。何？あ！マジか。おばばトラップ。おばばトラップあるんか。ガードガード。おい！おばばのガードが。どういうことだよ。フィジカルね。あ、ほんとに、雑魚的かこれ。嘘っぽいね。いや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 、マジでちょっと。なんなんすかこれ。ブーム、確かにお前たちにならやれるかもしれん。なんだなんだ。若者たちを頑張っておくれ。あ、ありがとう。そんなスポットになるのか、おばばのところは。力を試していたのか。で、武器屋さん。ダーククロウ、カスタードソード、桜吹雪、あ、同じだね。セリス将軍がリターナー側に寝返ったっていう勝ち目のない戦いなのに、セリス戦闘でも
同じこと言ってくるの。まあ、せっかくだからセリセもありますか。同じこと言ってる。魔導研究所の下博士は天才よ。私の息子はケアロを使えるようにしてもらえたのよ。おお、シド出てきたね。楽しみだな。この辺も伸びの頃もホワイトドレス。うん、オッケーオッケー。待ってね。だけある。ありがとう。すごい。子供すごいじゃん。このシドのおかげってことか。酒場。あ、また帝国兵がいるね。あんたらいたんだろう。いいっていいって。それよりいいこと教えてやろうか。なになになに。帝国の兵士は魔導研究所で魔法の力を使えるようにしてもらっているんだ。なんでも研究所のシド博士っていうのが天才らしい。もう一つおまけに、ケフカっていうのは最初の頃にシド博士に作られた魔導士だっていうぜ。まだ技術的に問題があって窓の力は並外れたものになったが、心が壊れちまったっていう話だ。ケフカのね、裏話がここで。ゼンマランダ、アルブルグルの三国はみんな帝国に支配されている。それがあの連中のためでもあるのだ。私アルブルグってすごい言いづらいわ。あ、おおおお、レオ将軍はいい人だよ。それに比べてケフカは、おっと、今のは忘れてくれ。こいついいやつじゃんか。いやー、いいねいいね。研究所では怪物から魔法の力を取り出してるっていう噂だ。本当かね。怪物ね。あ、お前ら至らぬものだな。マジで話しかけちゃダメか。ダメだこれ。ベルゼーキュー、サージェント。盗んでやれ。ポーションかい。ジャンプ。いいね、ジャンプ。こっちは？あ、強い。テント。お、いいね。テント、テント、テント。お、来た来た来た。あ、また、すごいすごいすごい。いろんな効果が。盗もう、テント。どうしちゃった。そっかそっか。魔法には弱いけど、物理には強いんだっけ、ここって。だいぶ硬かったな。あれ？あ、危ない危ない。あ、そっかそっかそっか。暴れちゃダメなのか。そう、ババに回復してもらおう。ババ回復して。よし。あ、ケアル少年でもいいのか。いいね。